ほーい、どもれです。今回ですね、現在開催されています超スゴフェスの中からおすすめのキャラとかね、まあリセマラ、する場合、ゲットしといた方がいいキャラとか、まあそういうキャラをちょっとね今回紹介していこうかなと思っていますので、まあぜひともこれから始めるよって方とかね、今始めてる方で、どれを揃えた方がいいのかっていうのをねちょっと見ていただけたらなと思ってます。でまあ今回その激熱激突超激戦だったかなの、超スゴフェスで獲得できるキャラでという形になってますので、まああのアニバゲンとか、まあそこら辺のキャラは今回、出ていませんので、そういうキャラはちょっと省いています。まあそれ以外でね、まあ超スゴフェス限定のキャラとか、まあトレマゲンのキャラとかも出てますし、まああとキズナゲンのキャラとかも出ていますので、まあ、そこら辺のキャラをちょっと見つつね、まあ、このキャラゲットできると、かなり楽ですよっていうキャラ紹介していきますので、ぜひとも参考にしてみてください。であともう一つ、まあ、私の解釈になっていますので、まあ、これが絶対正しいとかね、絶対こうしてほしいっていうのではなく、まあ、他の実況者の方のやつとか見ていただいたりだとか、まあなんか自分のだけで決めてほしくないっていうのはありますね。うん、まあ自分私がそこまでね誰よりも詳しいと言えるほどの知識があるかどうか微妙なところですので、まあ他の方とかと比べてみて、どうなのかっていうのもちょっと見ていただけたらなと。まあでも自分的には結構自信がある、キャラになっていますので、まあもっと言って損はないようなキャラではあると思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。まあ、ということで早速やっていくんですけど、まあ今回私評価させていただきました SAB という形で、まあ3択にさせていただきましたね。でまあ本当に、この中に映ってるキャラっていうのは結構頻繁的に私は使っていますので、まあどれもおすすめではありますよ。でまあ一応 S にしているキャラっていうのが、まあほぼほぼ前線で使っていますよっていうキャラですね。まあこのキャラいれば間違いないですよという、なおかつ、まあ、サポートで船長としても使えますし、まあ船員として入れといてもまあ使えるよっていうキャラですね。で A が、まあ、よく使いますよっていうキャラですね。まあ船長としても使えますし、うん、まあまあまあそこそこ使ってますよっていうキャラで、なおかつ強いですよみたいな感じですね。で B がサブキャラという形で見ていただけたらなと。まあよく船員に入れてますよっていうキャラになっていますので、まあぜひとも参考にしてみてください。まあということでやっていきましょう。まず S、こちらギアフィフス、地属性と心属性とナミ&カリーナとウタ、ナミ、ヤマタンですって感じですね。うん、まあ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 船長として完璧に優秀なキャラですし、まあ、使いやすさで言えば、まあ、これぐらいかな、というところで、私は S にさせていただきました。まあ、個人的に一番、この中で一番って言われると、やっぱギアフィフス、心属性ですね。うん。まあ、使ってみてですね。結構使ってみて、ああ、このキャラ、もう強いなっていうのは、やっぱ心属性ギアフィフス。まあ、なぜかというと、まあ、口頭で説明させていただくんですけど、まあ、まず船長効果の方で久田巻き戻しもできつつ、の解除もできつつ、封じも解除できますよと。で防御効果無視してダメージ与えることもできますよということで、この時点でだいぶねいろんなギミック解除できるんですよね。うん、まあ、なんでやっぱ使いやすさで言えば心属性ギアフィフス、まあ、海賊祭でも使えますし、まあ、文句なしのキャラかなと。で続きまして地属性ギアフィフス、まあ、これはですね、まあそうですね。まあ、海賊祭では今前線。まあ、トップレベルなキャラかなと。まあ、このキャラ使っていれば、まあ、大体強いなっていう、まあ、感じですので、海賊祭では、まあ、間違いなく強いキャラ。で、まあ、通常の方でも、まあ、攻撃上昇、まあ、今の中で結構トップレベルに高い。まあ、4倍かな、最大で。上げることができつつの、スロット影響だったかな、うん、スロット影響を、さらに 1.5 倍にできるっていう、まあまあまあ火力出す上ではまあ必須かなっていう、まあ、キャラになってますので、まあ強い。で封じ10ターン解除できつつの一定以上ダメージ軽減も10ターン解除できるということで、まあなかなかこの組み合わせ解除できるキャラっていうのは少ないんですよね。まあ最近ちょっと見てた感じ、うん、
っていうのと、まあ、あと船長効果の方で船長効果は向こうも解除できますので、まあまあ使いやすさはかなりあるかなと。うん、まあ、一つだけ言うとね、まあ確か強靭格闘だったかな、うん、のキャラなので、まあなかなかちょっと組み合わせるのは難しいかなと、他のキャラとっていうのであれば、やっぱ使いやすいのは心属性ギアフィスの方が上かなっていうので、選ばさせていただきましたね。うん、で続きましてナミアドカリーナ、まあこのキャラはまあサブキャラでナンバーワンというところになってるんですけど、まあそれプラス、まあ船長効果の方で、まあお宝獲得確実にゲットできますし、まあトレマでは毎回、特攻キャラにもなるので、まあまあ使われるキャラで、なおかつやっぱあの通常でナミとカリーナでそのスイッチ必殺技っていうのがありまして、ナミの時に使うとまあ効果が変わるよっていうのと、まあカリーナの時に使うと効果が変わるよっていう、必殺技があるんですけど、まあもうナミアのカリーナ入れておけばとりあえずどっちがどっちか使っていただければ大体のギミック解除できちゃうっていうね。うん、まあ単純に強いんですよこのキャラは。うん、まあなのでまあサブキャラでは1番かなっていうところで、まあ B に入れておきたかったんですけど、まあ S レベルだなっていうところで S にさせていただきました。まあ頻繁に使っているっていうのでね。うん、っていう形でナミ&カリーナ、まああと海賊祭でも、まあ、間違いなくトップレベルに強いので、まあ正直この3体はズバ抜けてるなっていう、まあ S に他のキャラも入れてるんですけど、ズバ抜けてるのはやっぱこの3体かなっていうところにはなってますね。うん、で続きまして歌、まあこの歌もね、まあ強いで、なおかつこの歌1体ゲットするだけで超進化もでき、その超進化5さらに上のね、キャラにもできますんで、3体分のね良さを、ゲットできるという、まあこの歌1体ゲットするだけで、うん、でまあ属性とかも変わりますし、タイプとかも変わるので、まあ正直この1体いればまあいろんなね、組み合わせの編成ができるかなっていうところで、まあ強いで、あと船長効果の方ってしびれと必殺探巻き戻しどちらとも解除できるっていう、まあ効果もありますので、まあこれもね強いところかなと。うん、やっぱこの船長効果で2つもねギミック解除できるのは強いなっていう形ですね。で、あと、必殺を使っていただければ、1ターン目に、まあ、白式と打突だけなんですけど、攻撃とスロット影響を上げてくれて、で、2ターン目も攻撃とスロット影響を上げてくれて、3ターン目も攻撃とスロット影響を上げてくれるんですね。もうこれが強い。うん。3ターン分。まあ3回分ですね。第3バトル、第4バトル、第5バトル。で、まあ火力の心配なくなりますよっていう形のキャラになってますので、非常に使いやすいんですよね。で船長効果の方でギミックも解除できますし、非常に優秀なキャラかなという形になってます。で続きましてナミ、まあこれね個人的に一番推してるんですよね。まああんまりね目立たないんですよこのキャラ、あんまりねこのキャラ強いって言ってる方はね少ないんですけど、個人的にやっぱ使いやすさもあって強いんですよねこのキャラね。うん、個人的にはおすすめ、隠れキャラとして一番おすすめしてますねこのキャラは。まあなぜかというと、まあ船長効果の方でしびれ解除できるんですよね。うん、でなおかつそのしびれ解除しつつ、そのしびれ解除した分、必殺技を蓄積ターン数蓄積してくれるんですよね。まあなんでまあ、残り14ターンであれば、まあしびれ解除すればその必殺ターン巻き戻し、必殺ターンも短縮でき、必殺使える状況にもなりますし、まあ必殺技マックスまで短縮されていれば蓄積地も溜まっていきますので、まあ、最大で確か基礎攻撃力がプラス3000だったかな、できつつの、まあ、あと加算効果がプラス 2.5 だったかな最大でまで上げれるので、正直しびれのギミックがあれば非常にね優秀なキャラになってるんですね。うん、で必殺技の方では、しびれ状態にできつつの、まあその状態上無効を無視してねできつつの、まあ、あとダメージ軽減解除できたりだとか、まあ、あと短縮必殺短縮もできるので、まあ巻き戻しとかにも対応できるかなと。で船員に入れていても船員の方でもしびれ解除できるので、まあ非常に優秀かなっていう
で、あとあのタイプ超過だったかな、属性超過だ、まあタイプ超過だったはずですけど、タイプ超過の方で一定以上ダメージ軽減解除もできますので、ダメージ軽減も解除できて、一定以上ダメージ軽減も解除できる、でなおかつ、痺れも解除できるっていう、で短縮、必殺短縮もできますので、必殺技あの一冒険で 2,3 回必殺打つこともまあ可能だというキャラにもなっていますので、非常に優秀かなって感じですね。うん、個人的には結構おすすめしますね。で続きましてヤマタンドエース、まあ、このキャラはね結構もう 2,3 年経つのかな、2年ぐらいか2年半ぐらい経つんですけど、まあ、このキャラもねまあまあ使いやすいね、まだね、うん、まあ最近はあんまり使ってはいないんですけど、まあ、初心者とかであればまあ持っといてまず損はない、持っておけばまあとりあえずいろんなイベントは回ることができるかなっていうところで、入れさせていただきました。まあそうですね、戦長効果の方で封じと必殺封じ解除10ターン分ずつできつつの、まああとあのあれですね、必殺弾の方で攻撃上昇上げてくれたり、まあ、必殺弾短縮できたりだとかっていうのもあり、入れ替えの方で熱傷状態にできつつの初期値上げもできるっていうところもありますので、まあ、非常に使いやすいかなっていう、まあ、ところになってますね。まあなんで個人的には結構おすすめなキャラになってます。まあっていう形で S がこんな感じですかね。まあこの中の1体でもゲットできればリセマラ終了してもいいと私は思います。まあただ、まあ最近の直近のね、キャラとしてはやっぱこの A に入れているね、まあこの VS キャラ3体が一応、今のねイベントの特攻キャラになってますので、まあイベント直近のイベント頑張りたいとかっていうのであればやっぱこの新しいキャラゲットしておくとまあいいのかなと。まあでも後々やっぱ使われるってなるのはやっぱ S に入れているキャラたちかなと思いますので、まあそこら辺はちょっと履き違えないように気をつけてください。で続きまして A ですね。まあこれはよく使うキャラかなと。まあ持ってはいないんですけど、私この VS キャラ3体ね。まあただやっぱ今直近で使われているよとかね、まあ今後もまあ使われるかなっていうのも込みで、なおかつ縄張り、最近ね縄張りっていうギミックがあるんですけど、その縄張り解除するためにはその縄張りを上書きしないといけないっていうのがありまして、現在出ているキャラがまあこの3体とね、まあまああと誰だったかな、まあなんか他にも確かいるはずなんですよね。であと船員、船員じゃない、あの配布キャラでエースとか、まあ、あと私ちょっとゲットしそびれたあの小紫とかね、うん、が一応縄張り状態にできるよっていうところで、縄張り状態今後多分使われてきますので、やっぱここの3体1体はねとりあえず固定でゲットしておいた方がいいかなと、うん、いう形になってます。まあ個人的にこの3体の中で使いやすいのは、ルフィ VS カイドウかなと。でまあまあ結構特殊な効果持ってるよっていうのが黒ひげ、VS ローなので、でもただ初心者とかにおすすめするかっていうよりちょっと使いづらさがね非常にあるので、ロー&黒ひげはそこまでかなっていう感じですね。でまあ2番手って言えば、まあシャンクス VS キッド、まあキッドがあんまり使いづらそうだなっていうのもありつつ、まあシャンクスもね結局このキャラたち、まあ今回のこの VS キャラたちって特定のタイプを6体揃えないとまあ最大限発揮してくれないんですよね、このキャラたちね。まあ最低でも4体は必要っていうところで、まあそうなるとやっぱね初心者には組みづらいかなっていうところもありましたね。ちょっと A まで下げたって形にはなってますね。うん、使いやすさで言えばちょっと低いかなっていう感じですね。まあただやっぱ縄張り自体が結構今後使われてくると思いますので、1体はねゲットしてた方がいいです。私は持ってないですけどね。はい、で続きまして、ドランド3時、まあこのキャラもねやっぱ非常に使われやすいキャラ、うん、っていうのもありつつ、まあサブとしても使えますし、まあ船長としてはあんまり使わないかな、サブとして結構使えるかなっていう感じですね。まあ入れ替えの方で攻撃とスロット影響上げつつのタイプ変えることもできるんですね、このキャラね。自由タイプに他のキャラをね、まあ、なんでどんなキャラ入れていても、まあ、例えば船長にギアフェス入れてサブにこのゾランド3時入れて他に別にタイプ揃えなくてもいいんですけど、その後にゾランド3時の必殺使っていただければ全員自由タイプになってくれるみたいな、まあ、効果になってますので、うん、非常に誰とでも組み合わせやすいっていう点でね、
A かなっていう感じですね。うん、まああと何だったかな、まああと確か、棒ギャップと一定時ダメージ減減だったかな。うん、なんかそこら辺7ターンずつ解除できるのでギミック解除としても使えますし、うん、まあ非常に優秀かなという感じですね。まあ、あとチェーンケース加算とか倍率上げてくれたりだとかっていうところもありますので、まあ、ある程度火力とかも上げてくれるというところでゾロアート産地結構おすすめかなという感じですね。で続きましてヤマト、まあ、このヤマトもね、まあ、ちょっと迷ったんですよね。 B にするか A にするかちょっと迷ったところではあるんですけど、まあ、使いやすさで言えば結構使えるのかなと。うん、海賊性でも使えますし、まあこの今地属性ヤマトにとしても使えますし、心属性ヤマトとしても使えるっていうところが、まあまあまあ一体持っておけば結構使えるかなと、いうところで入れさせていただきましたね。で最近レベル上限突破の、方で効果がねまた強化されましたので、そういう点でもねちょっと A にしてあげましたしてあげましたねまあ B でもおかしくないかなっていう感じにはなってきているんですけど、まあただまあ持っといて損はしないキャラかなという感じですね。で続きましてこちらエース、まあこちらもね B に下げようかなと思ったんですけど、でも最近やっぱね結構使ってる方多いんですよね。そうなるとね、まあまあ結構 A としても A としてのねレベルではあるのかなと。まあ10周年の時だったかなこのキャラはね、10周年の時に来たキャラなんですけど、まあ先ほど紹介した地属性ルフィと同様、特定の属性相性強化とか、まあ、スロット影響とか、まあ、攻撃上昇とか、まあ、そういうのをねプラス 1.5 倍できるっていうところもありますので、火力をねちょっと見るのであれば結構優秀なキャラかなと思いますので、うん。であとあんまりね解除できない解除できるキャラがいないね、ダメージ無効を解除できたりだとか、まあ、あとしびれ解除できたり、まあ、戦場効果の方では戦場必殺ターン巻き戻しも解除できたりだとかっていうのもありますので、まあそういうね結構ね効果とか見ると優秀なんですよね。うん、なんでまあ A にしたって感じですね、 S も。で続いてシャンクスは、まあ、シャンクスも同じくダメージ軽減と、まあ、バリア解除できつつの、まあ、地属性ルフィとかエースとか同様攻撃上昇だったかなを 1.5 倍にさらにできるので、最大で6倍とかにできるのでね、まあ、このキャラも強いというところと、まあ、あと今回の新キャラのシャンクス VS キッドのシャンクスと、まあ、船長でちょっと組み合わせると結構使いやすそうでしたので、まあまあ強いかなっていうところで A ですね。はい、このキャラもなかなか優秀なキャラではありますね。まあ属性相性強化ってあんまり高い倍率上げてくれないんですけど、まだね、そうですけどやっぱズバ抜けてやっぱ4倍にできるっていうところが強いかなっていう、まあ、感じですかね。うん、で続きまして B のキャラたちがこんな感じですかね。うん、まあ絆ゲンも入ってますしトレマゲンも入っている。でまあ通常のキャラとかも入れてるんですけど、まあ基本的に下のキャラが通常キャラかな、うん、上のキャラがトレマとか絆弦のキャラにしてるんですけど、超フェス弦とかね、まあ強いよねこのキャラたちも。非常にやっぱサブとして使う、まあ上のキャラは基本的にはね船長として使ってるよみたいなキャラなんですよね。うん、まあ、船員としても使えるんですけど、基本的には船長にしてるかなっていう。まあ、ギアフェスとかも、まあ、VS キャラたちも。まあ、なので、サブで入れるのであれば下の方が多いかなっていう、使ってる頻度はね。うん。っていう感じですかね。まあ、個人的には日和、そしてロビン&ジンベイ、ロビン&コアラ。まあ、ここの3体非常に使えますね、私。まあ、何かといえば日和入れたり、何かといえばね、ロビン&コアラ入れたり、っていう感じですね。まあ、ロビン&コアラね、バリア剥がしもできますし、まあ、属性相性強化とスロット影響を、3ターン分ずつね、上げることができるんですね。まあ、スロット影響は3ターンで、属性相性強化は一旦経過後に、まあ、属性相性強化強化みたいな感じなんですけど、このキャラも非常に優秀ね、使いやすいですし、まあ、船長としても必殺巻きも解除できるので、まあ、使ったりだとかっていうのもありますし、
まあ、あとロビン&ジンベイ、このキャラね、まあ最近どうかって言われると微妙なところであるんですけど、やはりまだ強い、うん、サブとして非常に優秀、まあダメージ軽減、一定以上ダメージ軽減、うん、攻撃力ダウン、うん、まあ、あと必殺ターンを2ターンずつ変え短縮できつつ、まあ入れ替えの方では自由、あの持続性変換できつつの軽減もできるっていう、まあ強いよね。もう盛りだくさんだね、ギミック解除のキャラなので、まあこのキャラ1体入れとけばある程度解除できるかなみたいな感じですね。で、あとはそうですね、まあチョッパーとかは船長としてわたあめを倍にできたりだとか、まああとはまあ単純に回復できて属性相性強化できて、まあ耐性下げとかもできてっていう、で封じと船長効果もこう6ターンずつ解除できる、まあそういうのだけでも優秀ですよね。うん、っていう感じですかね。で、まああと一応猫&犬いるんですけど、この猫&犬に関してはね、まあそんな使ってないんですけど、もしねギアフィス持ってないよとかね、まあそのギアフィス入れれないよみたいな時に、まあ防御効果無視してダメージ与えるっていう効果、まあ船長効果ね、まあギアフィスと同じなんですけど、その効果を持っていますので、まあ持っといてまあ損はないかなっていうところで一応入れました。まあただあんまり使ってるかというとそんな使ってないです、このギャルたちは。はい、っていう感じと、まあこのソギキングもそうですね、あソギキングじゃない、ソウルキング、このキャラも最近結構私使ってるんですけど、ゲームオーバーになっても一回復活できるっていう効果があるんですね。まあ、これ非常にね、いろんな場面で使えるので、で最近そういうね、結構やけどとか、まあ激痛とかさ、まああと何ですかね、まあ結構そのよいしょよいしょでダメージ受けるみたいなギミック結構多いので、そうなってやっぱね、結構体力回復したりだとか、まあ軽減したりだとかっていうね、こうことをしないといけなくなってしまうので、そういう時にやっぱソウルキングとか使うと、まあゲームオーバーになってもう一回復活できるみたいな効果なので、そこら辺が結構優秀で最近使ってますね。うん、で、あとね、この桃之助たちね、まあこのキャラもね、最近のキャラなんですけど、このキャラね結構使いやすいんですよ最近。うん、まあ繊維効果の方で冒険開始時にね、ワスロット変換できるっていうのがやっぱ強いですよ、非常に。なかなかいないですかね、多分この中でいるのって、まあ全スロットワスロットに変換できるのが日和とこの桃之助ぐらいなんですよね。うん、他にもいたかな、あんまり覚えてないですけど、一応この2体はね繊維効果の方で冒険家シーンにワソットに変換できるという効果がありますので、まあ、それだけでもね非常に使いやすい、うん、っていうところで入れさせていただきましたね。で、あと左のロー、このキャラも最近超進化来たんですけど、まあ、このキャラスロット影響と初期値上げできつつので、なおかつ自分のスロットがねワスロットとか、まあ、そこら辺のスロットになっていれば、それだけでねスロット影響と初期値上げ1ターンずつ延長できますので、これで3ターンずつねスロット影響と初期値上げできるので、それだけでもね非常に優秀かなっていうところで、まあ最近ちょっと株が上がってますね、私の中でこのローが。で、あとはそうですね、キャロット&ワンダーはトレマで非常に使いますし、ボンクレーも未だにまだタイプとかね属性変えられるキャラいないんですけど、そのどっちも変換できるみたいなキャラいないんですけど、このキャラはね自分のね属性とかタイプ自由に変更できますので、まあ誰とでも組み合わせやすいっていう点では非常に優秀かなと。で、アトラス、まあアトラスもスロットによってダメージ減少されるみたいなギミックが、まあ、最近出てきてるんですけど、それ解除できるのがまあこのアトラスのみなので、まあそれだけでも非常に貴重かなっていうところで B ですね。で、あと私持ってはいないんですけど、エース&サボ、このキャラもね船長効果の方で必殺技封じと船長効果もこう解除できつつの、スロット影響3ターン上げたりだとかっていうこともできますので、非常に優秀かなと、まあ、持っといて損はないかなっていうところですね。はい、同じく、ゾロ&プリン、あゾロじゃない、サンジ&プリンとかトキ&桃之助&日和、まあ、このキャラもこのキャラ特有の効果しか、このキャラ特有の効果を持っていますので、まあ私持ってはいないですけどこの3体ね、まあなんで使ってるかって言われると微妙なところであるんですけど、
まあ、ただやっぱり皆さんのね攻略動画とかたまに見たりとかするんですけど、そういう時に結構やっぱ使ってるなっていう、うん、まあいなくてもまあ大丈夫だとは思うんですけど、まあ、持っといて損はないよねっていうキャラですね、ここら辺の2体も。うん、であとまあルフィ&ヤマトはまあそうですね、単純に火力上げれて、まあ火ダメージ上昇もかけれてっていう、スロット影響 3.25 倍に属性修行感 2.5 倍、入れ替えでできたりだとか、うん、っていうのもあるので、でまあ戦長効果の方で封じも解除できるのでね、まあ優秀かなって感じですね。でまあクイーンに関しては繊維効果の方で、他のキャラがね必殺使った時に2ターン短縮できるっていう効果がありますので、まあ2回必殺を打つパターンができるっていうところが優秀かなと。まあ全員のスロットを連ソットに変換できたりだとかっていう、まあ結構貴重な効果を持ってますので優秀かなって感じですね。でまあこの心属性モモノスっていえば、戦長効果の方で封じ解除できつつの攻撃上昇一旦延長できるっていう、でまあ冒険開始時に自分の必殺使えるので、攻撃上昇4ターンの間、上げてくれたりだとかっていうのもあるので非常に使いやすいキャラかなと。で韓国激痛解除できて、まああとまあ激痛解除できるキャラがまあ少ないっていうのと、まあ激痛解除できつつも、うん、まあいろんな効果を持ってますので、まあ持っといて損はないかなと、このキャラもね。うん、でドフラミンゴとシュガーに関しては入れ替えの方で火ダメージ上昇、できるので入れてます。まあ結構貴重かなって感じですね。でまあ歌も、同じく先ほどの地属性歌と似たような感じなんですけど、1ターン目2ターン目3ターン目って形で攻撃上昇、まあエンハンスかけれますので、そういう点でも入れてるっていうのと、まああと戦長効果の方で戦長効果無効解除できたりだとか、まあ膝封じも解除できるっていうところが優秀かなって感じですかね。まあ感じですね。まあ一応全員に触れたとは思うんですけど、まあそれぐらい結構ここら辺のキャラはね結構使ってますので、まあぜひともね持ってないキャラがいるのであれば、ぜひとも狙いに行ってほしいなと思ってます。はい、ということで今回はねリセマラランキングということで、まあ直近で開催されているね超スボフェスのおすすめのキャラ紹介させていただいたんですけど、まあちょっと話し忘れていたヤマト入れてなかったですね。このヤマトね、まあ非常に優秀なキャラですので、一応 B に入れさせていただいています。まあまだ私がちょっとうまく使いこなせてないっていうのもあるんですけど、まあやっぱ攻撃上昇とスロット影響上げつつの状態上無効、状態上一つ7ターン分解除できつつの、まああと繊維で繊維EX 超過使えるっていうのもまあ強いところかなと思いましたので、まあこのヤマトも、入れさせていただきました。うん、まあという感じですね。まあまあまあこのキャラたちどれか持っていれば非常にね、まあいろんな場面で使えるかなと思いますので、ぜひともね、狙いに行ってほしいなと思ってます。まあ主に S とか A は船長で結構使うかなっていう感じですかね。で B の方は船員の方で結構使うかなっていう、まあ、感じのキャラになっていますので、まあちょっとね S と B ゲットしたりだとかっていう形でちょっとバランスよくゲットできたらね、リセマラ終了してもいいんじゃないかなとは思ってます。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。